鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、小五郎小五郎は、鳥山石炎の妖怪画集、百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪の一つで、小子の妖怪。石炎による解説文では、金の鳥は、ヨドヤタツが、家の宝なりしこの金も、小五郎と言えるからは、金に手やありけんと述べられている。ヨドヤタツとは、江戸時代中期の大阪の豪商で、近松門左衛門。 淀五位、出世、滝徳などにも描かれてよく知られていた人物で、金の鳥はその財産の象徴でもあった宝物、辰五郎の蓄えていた金と金との語呂合わせ、辰五郎と金五郎との五郎の連想などからの石炎の創作であると見られている。また、名称の五郎は霊を意味する五霊に通じているのではないかとも考えられている。そのデザインは室町時代の 百鬼夜行役を絵巻にある妖怪をモデルとして描かれており、ワニ口に手足が生えた妖怪がそれに当たるものではないかと考えられている。平成以降の妖怪に関する書籍では、淀ドやタ五郎が贅沢を極めていたが身分、不相応として幕府に財産を全額没収されたという逸話に基づいて、正五郎は淀ドやタ五郎の霊が証拠に取り付いて妖怪化したものであり、人々に対して、 自分のようにおごり高ぶることのないよう、継承を鳴らしているなどの解説も見られる。江島奇跡の浮世増士、風流局者味線では、佐渡屋畜五郎という名前で、達五郎が描かれている。近松門左衛門による浄瑠璃、淀五ゴ出世、滝徳では、江戸屋勝次郎という名前の登場人物として描かれている。おうちの宝黄金の鳥というセリフも確認できる。また、作中で、 主人、勝次郎をいめる活躍する江戸屋の手代、新七の弟に東五郎という役名がある。金の鳥は、淀ド辰五郎を題材としたいずれの作品にも家に、伝わる宝物として登場しており、黄金でできた鳥、津いの鳥、鳥と、ひよことと設定されている。そのように創作で描かれ続けている反面、実際の淀ド屋に伝来していた金の鶏が、 どのようなものであったのかは正確には伝わっておらず、黄金でできた鶏の像であるとするものがある一方、中国の皇帝の神筆であるとされる鶏あるいは鷹の絵とする資料や随筆も存在している。この点で言えば、石煙の解説文もまた創作物で広く知られた、ヨドヤの金の鳥を指していると見られる。ありがとうございます。